Hey guys! ジュニーです。先日7月を迎えることができました。ということは6月のお気に入りやっていくよはい、その月終わった後の月にですね、何月のお気に入りあるっていうねのがなんかね定番化してきましたね、というわけでどんどんやっていくよ。はい、まず最初にですね、こちら、ででん、はい、まず最初にですねこちら、ででん、アディダスのナップザックでございます。やっぱナップザックはね、夏必需品だなって私は勝手に思ってます。このいいところがですね、これ革みたいになってるんですよ。多分合皮だと思うんですけど、ナップザックなのに高級感があるっていう、そのミックス感がすごい好きで、これをいつも使ってます。はい、次はですねこちらなんですよ。てくてん、アリアナグランデさんのポスター。いやーね、このポスターをね見かけた時にもうやばい、これいいと思ってすぐ買いました。アリアナグランデさんが大好きなんですよ。私がアーティストのポスター買うのブリトニー・スピアーズ以来ですね。だから5歳6歳以来に買ったアーティストのポスターです。はい、次、私大のコーラ好きなんですね。ということでこちら、じゃじん、コーラのボディーソープ。コーラのボディーソープ、これねドンキホーテで売ってました。怖くて一回も使ったことがないのちょっと一回ちょっと腕に塗ってみましょうか。おー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 、色がねもうなんかコーラを氷で薄めた感じになっております。ちょっと匂いを変えていきましょう。コーラの匂いだ。味はどうすかね。ボディーソープです。香りは全然コーラなんですけど、よく売られてるお菓子なんかそういう系のコーラの匂いがしますね。いちごの香りとかオレンジの香りしたら可愛いと思うけど、コーラの香りって全然可愛くない。もったいないので使っていきたいなと思います。はい、次、コーラボディーソープに引き続きこちらコーラのリップグロスリップリフレッシュって書いてありますね。一回つけると、あ、こういう透明な色になっております。このリップにはですねバニラって書いてあるので、多分コーラとバニラのミックスなんですかね。あー、そうだね。実際に塗るとこんな感じになるんですけど、つけた感じはこう多分このリップだと前髪とか髪の毛がくっついて取れないんだろうなみたいな感じの、そういうベタつき感ディスにしかなってないじゃんこれ。でも全然見た目はね透明なんですよ。だからちょっと唇がこうごわついたなっていうか、荒れちゃったなっていう時に使ってあげるといいのかなって思いますはい、次、最後はですねこちらになります。じゃじゃん、丸メガネねつけるとね、多分おばあちゃん化するんですけど、もう元が老けてるんでね、もう仕方がないんですけどでですね、このメガネはですね以前撮影の時にカメラマンさんが買ってくださったメガネなんですよ。18歳の誕生日だったかな。もう2年間ぐらいずっと使ってます。知り合いにですね、なんか丸メガネの方が似合うよって言われてからかけてます。単純なんでっていう感じでございます。今日の動画見てくださってありがとうございます。次の動画は音楽動画でございます。お楽しみに。じゃあねー。